アルビン・マーティン・ワインバーグはアメリカ合衆国の各物理学者である。マンハッタイ計画の期間中及びその後、オークリッチ国立研究所の管理者を務めた。1945年にテネシー州オークリッチに着任し、2006年に亡くなるまで同研究所に在籍した。ワインバーグは原子力を説明するのに、ファウストの取引という言葉を初めて使った人物である。 1939年にシカゴ大学で数理生物物理学の博士号を取得した後、1941年9月にマンハッタイ計画の夜勤研究所に入所した。翌年には友人ウィグナーの理論グループに入り、ウランをプルトニウムに変えるための原子炉の設計を担当していた。1948年にウィグナーの後任としてオーオンルの研究部長に就任し、 1955年には同研究所の所長となった。ワインバーグの指揮の下で、オーオンルは航空機用原子力推進プログラムに取り組み、水性金出炉や商業用原子力発電所で主流となっている加圧水型原子炉、沸騰水型原子炉など多くの革新的な原子炉設計を開拓した。1960年、アイゼンハワー政権下で、 大統領科学諮問委員会の委員に任命され、その後、ケネディ政権下でも委員を務めた。1973年にオーオンルを去った後、1974年には、ワシントン DC のエネルギー研究開発局の局長に就任した。翌年、オークリッチ提携大学軍にエネルギー分析研究所を設立し、初代所長に就任した。ワインバーグは、 1915年4月20日にイリノイ州シカゴで生まれた。両親は1905年にアメリカに向かう戦場で出会ったロシア系ユダヤ人移民である。姉にパシフィック大学の社会学教授になったフェイ・ゴールマンがいる。科学ジャーナリストのダニエル・ゴールマンはフェイの息子である。シカゴのセオドア・ルーズベルト高校を卒業した後、シカゴ大学に入学し、 1935年に物理学で理学士号を、翌年に物理学で理学修士号を取得した。博士課程では数理生物物理学を専攻し、カール・エッカートの指導の下で1939年に博士号を取得した。博士論文のタイトルは、Mathematical Foundations for A Theory of b i f ディシ e ィ p r i d i t だった。後にはインバーグは、 自分の論文を線形形に限定したために、イリア・プリゴジンが後にノーベル科学賞を受賞した非線形形の現象を見落としていたことを嘆いている。ユージン・ウィグナーとワインバーグ、オークリッチ国立研究所にて大学卒業後、ウィルバーライト大学で教鞭を取った。彼はコロンビア大学でケネス・スチュワート・コールに支持するために全米研究評議会フェローシップに応募し、 選出されたが、コールが放射線生物学者として、マンハッ発体計画に従事するために、シカゴに来たため、このフェローシップを受けることはなかった。ワインバーグは1941年9月、中性子捕獲の計算に従事する人材を必要としていたため、シカゴ大学や金研究所に、エッカートとサミュエル・キング・アリソンの推薦により、採用された。1942年初頭、 アーサー・コンプトンは、プルトニウムの研究に従事するマンハッタン計画のチームをシカゴ大学に集中させた。これにより、コロンビア大学のハーバート・アンダーソン、バーナード・フェルド、エンリコ・フェルミ、レオ・シラード、ウォルター・ジン、プリンストン大学のエドワード・クロイツ、ギルバート・プラス、ユージン・ウィグナー、ジョン・ホイーラーなど、当時の一流科学者の多くがシカゴ大学に集まった。ワインバーグは、 ウィグナーの弟子となった。ウィグナーは、夜勤研究所の理論グループを率い、そこには、ワインバーグ、キャサリンウェイ、ゲール・ヤング、エドワード・クロイツがいた。このグループの任務は、ウランをプルトニウムに変換する、生産用原子炉の設計だった。当時、原子炉は、理論上でしか存在せず、臨界状態に達した、原子炉は、まだなかった。1942年7月、ウィグナーは、 保守的な100メガワットの設計を選び、黒塩性の中性子原則剤と水冷式を採用した。水は中性子を吸収して原子炉の効率を低下させることが知られていたが、ウィグナーは自分のグループの計算が正しく、水冷式でうまくいくと確信していた。一方、ヘリウムや液体金属を冷却剤として使用することに伴う技術的困難は、プロジェクトを遅らせることになった。 マンハッタイ計画を引き継いだ陸軍工兵隊は原子炉の詳細設計と建設をデュポン社に任せた。しかしデュポン社とウィグナーたちの間には摩擦があった。ウィグナーが設計した原子炉とデュポン社が設計した原子炉との大きな違いはプロセスチューブを円形配列の1500本から正方形配列の2004本に増やしたことと 出力を50万キロワットから25万キロワットにしたことである。結果的には、デュポン社が決定した炉心管の増設は、ハンフォードサイトの B 原子炉で中性子毒が問題になった時に役に立った。増設したチューブのおかげで、より多くの燃料を投入して中性子障害を克服することができた。これがなければ、国園中の放送不純物が燃焼して、フルパワーになるまで、 原子炉を低出力で運転しなければならず、フル稼働が1年も遅れることになっていたと推測される。半方度の原子炉が稼働すると、夜勤研究所は再び理論設計に目を向けた。ウィックナーは原子炉で作られたプルトニウムに、プルトニウム240の汚染による自発的な核分裂があることを発見し、トリウムからウラン233を作る方法に変更することを提案した。 しかし、ロスアラモス国立研究所が開発したインプロージョン型の核兵器の設計によって、この課題は解決された。またウィグナーは、ウランを重水の中の溶液や泥晶にすることで、原子炉の複雑さの多くを取り除くことができる可能性に興味を持っていた。夜勤研究所ではこれを実現する方法を模索していた。競合する設計の中で、 ワインバーグは加圧水型原子炉を提案し、これが最終的に最も一般的な設計となった。これはワインバーグとシカゴやオークリッチの同僚が議論した多くの可能性の一つに過ぎなかった。後に彼はこう書いている。初期の頃は様々な種類の動力炉を検討し、それぞれの長所と短所を比較していた。というのも原子炉を構成する核要素には、 多くの可能性があるからある。核分裂性物質は 233U235U239U、冷却剤は水、重水、気体、液体金属、原則剤は水、重水、ベリリウム、黒鉛、あるいは高速中性子炉では原則剤なし、などである。私の計算によれば、燃料、冷却剤、 原則材のすべての組み合わせを数え上げれば、約1000種類もの原子炉になる。このように、原子力の初期段階では、どの可能性を追求し、どの可能性を無視するかを選択しなければならなかった。加圧水型原子炉の最終的な成功は、水の優れた特性によるものではなく、オークリッチにある材料試験炉の加圧板を使って、マークアイ型潜水管用熱中性コロの、 プロトタイプを動かすことにしたことによるものだと彼は書いている。加圧水が確立されると他の可能性を追求するにはコストがかかりすぎるようになったがワインバーグは他の可能性に興味を持ち続けた。フリーマンダイソンによればワインバーグは原子炉設計の広い世界を支持した唯一の原子力のパイオニアだった。 1945年、ウィグナーはテネシー州オークリッチにあるクリントン研究所の研究部長に就任した。クリントン研究所は当時約800人のスタッフを抱えていた。ウィグナーは弟子のゲールヤング、キャサリンウェイ、ワインバーグオークリッチに連れて行った。1945年5月にオークリッチに最初に到着したワインバーグは1946年に 物理学部門の責任者となった。しかし1947年の初めに原子力委員会がマンハッタイ計画から研究所の運営を引き継ぐとウィグナーは 新しい環境での経営者としての役割に適さないと感じ、1947年の夏の終わりにオークリッジを去り、プリンストン大学に戻っていった。クリントン研究所の運営は、1947年5月にモンサント社からシカゴ大学へ、さらに12月にはユニオンカーバイド社へと引き継がれた。原子力委員会の影響力の強い一般、諮問委員会は、 原子炉に関するすべての作業をシカゴ近郊の夜勤研究所の後継施設であるアルゴンル国立研究所に集中させるよう勧告した。また、ニューヨーク近郊に新設されたブルックヘブン国立研究所との間でスタッフや資源の奪い合いが起きていた。1948年1月にオークリッチ国立研究所と解消された同研究所では、 研究部長を引き受けてくれる人がいなかった。最終的に1948年3月、ユニオンカーバイド社の取締役代理である、ネルソン・ラッカーがワインバーグに研究部長を依頼するまでに、少なくとも6人がこの仕事を断っていた。ワインバーグは、その後、1955年に所長に就任した。ワインバーグは、オーンルの部門情報会議では最前列に座ることが多く、 科学的な話をした後には、鋭い質問を最初にすることが多かったという。若い科学者が、初めての発表をするときは、怖くもあるが、刺激的でもあった。どうやって、すべての会議に出席する時間を確保していたのかと、聞かれたワインバーグは、当時は DOE がありませんでしたからねと、冗談めかして答えている。航空機用原子力推進プロジェクトは、 オーンルの予算の25%を使ったオーンル最大のプロジェクトだった。a インピープロジェクトの軍事的目標は当時のジェット機の航続距離の限界を克服するために原子力航空機を製造することであった。このプロジェクトが成功する可能性がほとんどないことは認識されていたが、このプロジェクトにより雇用がもたらされ、オーンルが原子炉開発事業を続けることができた。 オーオンルは1954年に世界初の溶油時を燃料、冷却型原子炉である航空機用原子炉実験装置を完成させ、航空機用原子炉の原型を製作、運転することに成功し、運転温度の最高記録を更新した。墜落時に乗務員や地上の人々に放射線障害の危険があること、弾道ミサイル技術の発展、空中給油の開発、 Z 爆撃機の長距離化などの理由から、ケネディ大統領は1961年6月に、このプログラムを中止した。ワインバーグは、材料試験炉低提供度試験炉あるいは、貧乏人の杭とも呼ばれる、実際の原子炉のモックアップに改造させた。レッターでの実験により、加圧水型原子炉と沸騰水型原子炉が、設計され、これらは、 現在の商用原子力発電所の主流となっている。ワインバーグはハロルド・ユーリーと友人・ウィグナーが提案した水性禁質炉のような流体燃料を用いた原子炉のシンプルさと自己制御性に惹かれていた。そこでワインバーグは1940年代後半の原子力航空機プロジェクトを支援するため、オーオンルの原子炉技術者に固体燃料ではなく、 液体燃料を用いた原子炉の設計を依頼した。この金出炉実験は、ポット、パイプ、ポンプを必要とすることから、親しみを込めて、アルビンのサンピーロと呼ばれた。H.R.R.R.I. は1950年に運転を開始した。臨海に達したことを祝うパーティーに、ワインバーグは、様々な酒を持ち込み、シカゴで臨海になると、ワインで祝う。テネシーで臨海になると、 ジャック・ダニエルで祝う、と言った。h ーリは105日間稼働した後で停止された。h ーリが稼働していた間、ジョン・カイ・ケネディ上院議員とアルバート・ゴアシニア、上院議員がオーオンルを訪問し、ワインバーグが応対した。マスに、6000フル、パワーアワーズ、と記入するワインバーグワインバーグの下で、オーオンルは、軍の、馬鹿げたアイデアである原子力航空機から、 メルトダウンを起こさない溶油ジオロの民間版に焦点を移した。溶油ジオロ実験は連続運転の記録を樹立した。また燃料としてウラン233まで濃縮したトリウムを使用した最初のものだった。またプルトニウム239と標準的な天然のウラン235も使用した。MSR は主に科学者によって提案され、 アクチノイドを含む塩を溶かした化学溶液を使用することから化学者の原子炉と呼ばれていた。単体塩はベリリウムとリチウムで構成されるフッカリチウムベリリウムであることがほとんどである。また MSR では原子炉の運転中に溶油状の化学的性質を変化させて各分裂性生物を除去したり新しい燃料を追加したり 燃料を変更したりすることが可能であり、これらはオンライン処理と呼ばれる。ワインバーグの所長の任期の間に、オーンルの生物学部門は5倍に成長し、オーンルで2番目の大所帯となった。この部門は、電離放射線が生物とどのように相互作用するかを理解し、骨髄移植のような放射線障害を克服する方法を見つけることを目的としていた。 1960年代に入ると、ワインバーグは原子力を利用して海水を炭水化するなど、オーンでの新たな使命を追求した。ワインバーグは、ロスアラモス国立研究所からフィリップ・ハモンドを招聘してこのミッションを推進し、1970年には、アメリカ発の大規模な生態学プロジェクトである、全米ニーズ環境プログラムへの応用研究を開始した。オークリッチで、 ジョン・カイ・ケネディ上院議員と話すワインバーグ1958年。ワインバーグは、ウィグナーとの協調で、初の原子炉の教科書座、フィジカルセオリー・オブ・ニュートロン・チェーン・リアクターズを出版した。翌1959年には、アメリカ原子力学会の会長に就任し、1960年からは、アイゼンハワー、ケネディ両政権下で、大統領科学諮問委員会の委員を務めた。 ワインバーグは1945年の特許2736,696号を皮切りにウィグナーと共同でアメリカの主要な原子炉を支えてきた軽水炉技術に関する特許を数多く出願した。主な軽水炉の種類は加圧水型原子炉と沸騰水型原子炉で、これらは海軍艦艇の推進力や商業用の原子力発電にも役立っている。 1965年、ユニオンカーバイド社の原子力部門のバイスプレジデントに就任した。ワインバーグは1971年の論文で初めてファウストの取引という言葉を使って原子力を表現した。私たち核保有者は社会とファウスト的な取引をしている。一方で、触媒式原子炉で無人造のエネルギー源を提供している。短期間であっても、 普通の原子炉を使った化石燃料のエネルギーよりも安いエネルギーを提供している。しかも、このエネルギー源は適切に扱えばほとんど無効害である。化石燃料を燃やすと炭素、窒素、硫黄などの酸化物が発生するが、原子炉では熱と微量の放射能以外の汚染物質を出すことはない。しかし、 この魔法のような資源に対して社会が求める対象は、私たちが全く慣れていない、社会制度への警戒心と寿命である。ワインバーグは1973年、ニクソン政権によって18年間所長を務めた、オーオンルを解雇された。その理由は、ワインバーグが原子力の安全性の向上と、溶融ジオロを提唱し続けたからである。 政権は AEC のミルトン省原子炉部長が開発を任された液体金属高速増殖炉を選択した。ワインバーグが解雇されたことで他の原子力研究所や専門家にはほとんど知られていなかった MSR の開発は事実上ストップした。しかしカーター政権の核不拡散政策の一環として大オ,オンルで MSR の研究が一時的に復活し、 エンゲルラによるオーオンル TM-7207 コンセプチュアルデザインカレクタースティックス・オブ・エイ、ディーネ・チャード・モルテン、ソルト・リアクター・ウィズ・ワンス、スルー・フーリングが完成した。ワインバーグは1974年にワシントン DC にあるエネルギー研究開発局の局長に就任した。翌年にはオークリッチ定型大学軍にエネルギー分析研究所を設立し、 初代所長に就任した。この研究所は将来のエネルギー需要を満たすための代替案を評価することを目的としていた。1976年から1984年までエネルギー分析研究所は二酸化炭素と地球温暖化に関連する様々な問題を研究する拠点となっていた。ワインバーグはオラウを百八十五年に退職して、 オラウの特別研究員になった。1972年、ワインバーグはミネルワ氏に科学と政策問題、特に政府の政策決定との接点に着目するサイエンストランスサイエンスという論文を発表した。科学技術と社会との相互作用の過程で生じる多くの問題、例えば科学技術の有害な副作用や 社会問題を科学の手続きで処理しようとする試みは、科学に問いかけることができ、かつ科学では答えることができない問いへの答えにかかっている。これらの問いは、認識論的には事実の問いであり、科学の言葉で述べることができるが、科学では答えることができず、科学を超越したものであるため、私はこれらの問いをトランスサイエンティフィックと呼ぶことにした。公共政策が、 科学的な問題ではなく、トランスサイエンティフィックな問題を含んでいる限り、そのような政策の普及に貢献する科学者の役割は、科学で明確に答えられる問題の場合とは異なるはずである。1977年6月、ワインバーグは、アメリカ合衆国議会の環境。 大気省委員会の校長会で二酸化炭素の排出量増加が地球の平均気温に与える影響について証言した。ワインバーグは一部の科学者が予測しているように2025年までに世界の二酸化炭素排出量が2倍になった場合、世界の平均気温は2度上昇すると述べた。ワインバーグは引退後も活動を続けた。1992年には 国際友好の金委員会の委員長に就任し、オークリッチに日本製の金を設置した。また、国際原子力機関の強化や核兵器に対する防御システムの構築を訴えた。大学在学中、シカゴ大学の学生だったマーガレット・デプレの数学の家庭教師をしていた。二人は1940年6月14日に結婚した。マーガレットとの間に、 デビット・ロバート・ワインバーグ、リチャード・ j ワインバーグという二人の息子がいる。マーガレットは1969年に死去した。その後、株式ブローカーのジュヌビエーブでペルシオと結婚したが2004年に死去した。息子のデビットは2003年に死去した。ワインバーグは2006年10月18日、オークリッチの自宅で死去した。2011年、 名前を冠したアルビン・ワインバーグ財団が設立された。ありがとうございます。